皆さんこんにちは、柳谷三之助です。以前書きためた原稿をもとにして、今の心を織り込んでお届けするポッドキャスト。題しまして、三之助の落語のことでも話してみようかをお送りします。落語全般の様々なキーワードをもとにお話しします第42回目。今回は、昔の時世を我が物にです。 まあ時の話はねちょっと難しいんで特におしゃべりだけでお伝えするのはなかなか大変なんですが頑張ってしゃべりますんで最後までごゆっくりお楽しみください「昔みたいにゆっくり過ごしたいね」なんていうのは誰しも現代人なら思うことですな。特にまあ落語を好きな方はね落語の世界に流れてるゆっくりな時間これは憧れでございますよ。 まあですがね、相変わらず我々の時間というものは残酷であっという間に通り過ぎてまいります。まあ、時が過ぎるのは仕方がないことですけど過ぎ去った過去を振り返ればまあ思わず微笑んでしまうようなそんな楽しい人生を生きていたいものでございますな。前回予告をいたしました通りで今回は我が国のかつての自勢についてお話をいたします。 まあ、落語をご覧になるときの参考になるだけではなくて、まあ、時代劇や時代小説をお楽しみいただくにも役立つことだと思いますので、しっかりと頭に入れといてください。明治の初めまで、日本は不定時法というものを用いていました。日の出と日の入りを基準として、まあ、時間を分割して数えますんで、 1> 1単位の時間の絶対的な長さが毎日違ったんですなでこれとあべこべに今我々使っている定時法ってのはいつだろうが何だろうが、まあ、1秒1分の長さが同じなのでそれを時々「うる秒」とか「うるう年」とか「うるう月」とかって言ってまあ天体とね、えー、整合性を保つということなんですよ。 ですが不定時法はとりあえず毎日の日の出と日の入りが基準なんで例えばまあ夏は昼が長いですよね。そうすると当然昼間の一刻よりも、あのー、夜の一刻の方がまあ短くなるということになりますか で、だいたい春分と秋分は昼夜同じということになる塩梅でございますね。これがまあ大前提なんですが、不定時法の説明をするのには、どうしても、あの定時法だったらっていう例えがどうしても出ちゃうんで、ここが難しいところですね。わかりやすいのは春分と秋分、昼と、まあ、あ夜の時間が同じだという前提でいくと、不定時法もいくらかご説明しやすいってことになりますかな。 で、それでもって、えー、時の数え方は皆さんご案内のように、4つ5つと数えるやり方と、それから方角と同じように、ねウシトとと数えるやり方、これが両方あったっていうことも、ちょっと厄介なんですよね。まあ、数え方はね、どっちも同じなんですけど。まずですね、日の出・日の入りの時間を基準として、昼と夜をそれぞれ6等分にいたします。で、そのスタート時刻、 日の出の時刻を明けむつと言います。で、日の入りの時間を暮れむつと言うんですね。つまり、日の出と日の入りの時間は両方六つというふうに数えるわけなんです。仮に、まあ、昼と夜の長さを同じとして、日の出、日の入りの時間を 午前6時と午後6時というふうに考えます。これはね、定時法にちょっと寄せるんですけれども、まあ、不定時法ならば、12時間をまあ6等す分するということに分かりやすくなるので、その、そうするとこの場合は一刻が2時間ということですね。これ毎日実は違うんですよ。これはずい随分大雑把なことになるんですけど、まあ、6つ、6つ半、それから5つというふうにね、 が 1>, 1時間ずつ呼ぶ呼び方もありましたし、えー、時間を計る単位としてはね、えー、どのぐらいかかるそうね、半時ぐらいかななんて言うとこれは1時間ぐらいかかるってことですよね。それから30分ぐらい、その半分っていうのは半時の半分を四半時なんというふうに数えましたな。つまり、分っていう単位はないんです。これ、我々、今、今当たり前に使いますけど、その不定時法の中に分という単位はないってことですよね。 そこの辺の大雑把もね、また憧れるところなんですけれども。次が厄介。四つの次が、九つになるっていうことなんですよね。これがね、わかりにくい。九つは、まあ、あの、昼夜が同じ時間で、一刻二時間の場合ですと、午前0時ってことになるんですよ。で、八つが午前2時、二時間後。で、七つが午前4時って減っていくんですよね。 わかりますかねそれでまた2時間後午前6時が明けむつってなる。昼も同様です。つまり、このいくつ、ね、6つだ5つだっていうのが、6、5、4、9、8、7。 六五四九八七と進行していくっていうのがこの昔の時制なんですよ。なんでこういうことになったのか私に聞かないでくださいね。とにかくそういうことだという。六五四九八七六五四九八七六とこのリズムをちょっとね、不定時法の場合は覚えておいていただきたいですな。芝居の真珠物などでね、出てくる定番のセリフ。 七つの鐘を6つ聞いて、残る一つは未来へ見上げ、お花なんつってこうやって心中するんですけど、心中はだからつまり、まあ、明けむつにならない、つまり、その一個前、この七つの鐘なんですね、うん。これを聞いてってことですから、まあ、さっきみたいに、あの、定時法に寄せてったときは、たいそうですね、えー、朝方の四時。 ということですか明け方のまだ夜の闇が残る時間帯がこの真珠のまあ、ベストタイムということになりますな七つの鐘をむつきいて残る一つは未来へ見上げこれねよく出てきますねでご存知でしょうがねこのおやつって言葉があるでしょこのおやつってのは昼の八つ頃に食べる間食ということで おやつって言うんですよ、ね。時間から来てるんですな。まあ、もちろん不定時法の時代なので、だいたい午後2時前から3時ぐらいですか、まあ、時期によってこれはずれがありますが。だからね、3時のおやつって言葉は日本の歴史から言えばごくごく最近の言葉なわけですよ。うん。3時で、3時でおやつ。 なわけですからねこれ時の呼び方が2つ重なってるっていうつまり定時法と不定時法の狭間にあるこの三次のおやつという、うん、そういうことになるわけですなこの654987という仕組みを最大限に利用した話が、まあ、皆さんご案内の通り時そばでございますねええー、この時そばというお話は この昔の時世がわからないって言うとね、なかなか大変なんですね。えー、16問のそば代を1問ずつ数えて支払う場面。皆さんご存知でしょひ、ふ、み、よ、いつ、む、ななや。そば屋さん今何時だ ?9 つです。と、11、12、13、14、15と、こういう風に、まあ、数えるんですが、この、銭の9つと、それから、まあ、時の9つですね。これを混乱させて、 まあいくらかちょろまかそうっていうこういう話ですよね。夜の江戸では名物の夜泣きそば。まあ時は九つですからだいたい真夜中の0時前後がこの事件の発生時刻でございます。これを見ていたまぬけな男。俺もやってやろうってんで翌日になるとね待ちきれずに少し早くに家を出るんです。 ひふみよ、いつむななや。そば屋さん今何時だえー、四つです。い,やいつむななや。というような。まあ私このポッドキャストで初めて話の種明かしをするんじゃないですか、これ。正規の一瞬ってやつでね。つまり翌日の男は夕べより2時間早くそば屋を騙そうとしたために、指紋多く払うことになってしまうっていう、こういう仕掛けなんですな。まあ話のネタバラシーするぐらい、 まあ、不遂なことはありませんが、この時そばのオチの部分はね、この時世のことを知らないと何のことだかわからないということになってしまいます。まあ、私の勝手な分析ですが、この時そばの歴史は江戸の時世から、まあ、時代が下がって現代に向かえば向かうほどお客様がこの仕掛けをご存知でなくなったためにですね、この種明かしに頼らない演出が 工夫されてきた歴史であると言えるんじゃないでしょうかね。この下げはもう分かんなくていいと。もう違うんだから。今はね、24時間制で定時法なんだから、それ以外の部分を楽しんでいただこうっていうことなんですよ。これはある意味、怪我の巧妙ということですかね。昔はこの下げ、一発でいいわけですよ。笑いの部分はね。 だけど、その他の部分をいろいろ工夫するようになった、怪我の巧妙でございますね。でもまあ、これを聞いていただいた皆さんはその仕掛けを知っちゃったわけですから、まあ、次聞いた時から、この時そばの良き理解者となるわけなんですよ。どうですか <laughs> ね良き理解者。皆さんが。ね。さて、もう一つの数え方。ねえ、うし、虎ですね。これはね、 紙に時計を書いて、その上に十二方位のメモリを書き込むと、とてもわかりやすくなりますね。えー、つまり、根の告が、まあ、12時ですよ、うん。午前0時。ね。そっから2時間ごとに、えー、いわゆる12時ですから24時間と。 ね、牛虎う辰巳馬シツジってずっと書いてってもらえばあ大体いい虎の国ってのはこのぐらいかってのはわかりやすいですよねさっき言った6549876というふうに、えー、暮れと明けが、まあ、12時間制でぐるぐるするってこともないのでこれはこれでわかりやすいのかななんて思ったりいたしますな。寝の国が午前、まあ、0時ぐらいで夜の9つと同じ時間。 とといううことになりましょうか。ただねこの「ねの国」っていうとまあこれぴったりの、まあ、いわゆるまあ午前0時ぐらいっていう時は「うねの国」っていうんですね「うって正午の「うっていう字がつくんですよ。 小寝の国と言いまして、その前後1時間、つまり、えー、11時ぐらい、午後11時ぐらいから午前1時ぐらいの2時間が、まあ寝の国っていうざっくりした範囲になるんですね。で、これだと不便なんで、もうちょっと細かに分けて、その2時間を4つ、つまり30分ずつに分けて、寝1つ、寝2つ、寝3つ、寝4つっていうふうに細かに、まあ分ける。まあ何時何十分みたいな、まあその10分、 分に当たるところですよね,、うん、ね牛捕らうでそれで犬いいとずっと言って12支で1周しますからねそれでその24時間線の中に4つまた区切りがあるとお分かりいただけましたか大丈夫ですか <laughs> ついてきてんのかな、えー、ちなみにね午後0時のことを正午っていうでしょこれ正しい馬って書くんですよ。ほら今言った 生、馬の国のことです。これを生後っていうんですね。これ、こういうとこにね、この昔の名残があったりして、なんか我々何の気なしに使ってるっていうところが面白いですね。じゃあそれでは最後クイズ。草木も眠る、牛蜜時。なんてこと言いますね。これほら、今日ちゃんと喋ったことをですね、思い返していただければわかるでしょね、それぞれに。 一、えー、つ、二つ、三つ、四つと、まあ、細かに分かれている。さあ、牛蜜時、何時頃でしょうね。答えは、次回の発表といたします。いかがでしたでしょうかこの、ポッドキャストは、毎回キーワードを変えながら、およそ週一回と言いながら、不定期で、更新していく予定でございます。 次回もどうぞお楽しみに。YouTube チャンネルもあります。ぜひ検索してみてください。